ルーベン、レーベなど、フランス語、ルーバン、ラブ発音例は、ベルギーのフラーブラバント州の州都である。現在の市街地は、歴史上のルーベン地域と隣接したヘーベルレー、ケッセルロー、コルベークローの一部、ウィルセレ、ベークマールを含んでいる。人口は10万2126人。広さは56.63平方キロメートルあり。 一平方キロメートルあたり1803.39人の人口密度である。891年、西ローマ皇帝アルヌルフがバイキング軍を打ち破った時、老文として言及されたのに始まる。伝説によればその赤、白、赤の紋章は戦闘後の地に染まったデイレ側の岸辺を描いたものだという。デイレ下半にあり、またブラバント港の要塞への近さのために、 11世紀から14世紀にかけて、ルーベンは工業における商業の最も重要な拠点となった。織物生産の拠点としての以前の都市の重要性の一端は14世紀から15世紀の文章デルインとして知られる典型的なルーベンの理念によく反映されている。15世紀、低地地方で最も大きくかつ最も古い大学の 創設とともに、新しい黄金時代が幕を開けた。1425年創立のルーベンカトリック大学である。18世紀になり、後にインターブリューとして、世界最大になる醸造所の繁栄もあって、ルーベンの重要性は増した。インベブ本社とステーラールとは醸造所は、実際、鉄道駅からメヘレンへの運河に至る、市街の北東部の大分を占めている。二十世紀、 この街は二度の世界大戦によって重大な損害を受けた。第一次世界大戦の初戦において侵入したドイツ軍はルーベンで虐殺をなし、市外やルーベンカトリック大学の図書館を焼き払った。また図書館は大戦の終了後、アメリカの義援基金及びドイツからの賠償金によって完全に再建された。この際に連合国諸国を記念する衣装を加えて、 作られたが、日本も連合国であったため含まれている。しかし、第二次世界大戦で、再び進行してきたドイツ軍は、市外にはほとんど手をつけずに、図書館を飲み放火した。図書館は、再度建て直され、悲惨な戦争の象徴として立っている。現在は、ルーベンカトリック大学や同大学設立による、研究所であるインターユニバーシティ、マイクロエレクトロニクスセンターなど、 研究施設があるため、学術都市として有名となっている。ありがとうございます。